登山者にとって山小屋は安全と安心をくれる場所。大自然の中に泊まることで、そこに集う人たちとのかけがえのない時間やぬくもりを分かち合うことができる場所です。そんな山小屋には今日も登山者が集い、新しい物語が生まれます。 Find Your Colors インター FM 山小屋ストーリーズ。おはようございます、矢部花江です。インター FM 山小屋ストーリーズ、この番組は山と自然に関するコンテンツを出版配信する山と渓谷社と一緒にお届けしていきます。毎週日曜日のこの時間は、登山者の宿泊休憩場所である山小屋にまつわる物語を、そこで働く方々に伺っていきます。今回お話を伺うのは、御嶽五の池小屋の小屋番、市川のりじさんです。五の池小屋は御嶽山の岐阜県側、北御嶽の飛騨頂上9合目、標高2798メートルのところにあります。コースタイムは濁り湖温泉登山口からおよそ4時間、御嶽山最高峰の剣ヶ峰まではプラス2時間ほどになります。市川さんには2週にわたってご出演いただきます。今日も8時までの30分間、どうぞお付き合いください。山小屋ストーリーズ、矢部花江がお送りしているインター FM 山小屋ストーリーズ。今回のゲストは御嶽五の池小屋の小屋番、市川のりじさんです。リモートでつないでお話を伺います。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。五の池小屋、この夏登山者の方どうですか？戻ってきている感じありますか？昨年と比べてもだいぶ戻っている感じがしますね。あ、そうなんですね。あの小屋の標高が2798メートルということで、割と涼しそうですよね。まあ御嶽さん、あの夏でも寒いって言われるぐらいで、朝は12、3度ぐらいじゃないですかね。まあ昼はあの、まあ、20度ぐらいまで温度上がるかなっていう、そんな感じですかね。だいぶ快適に過ごせそうっていう風に、暑い東京からつないでると思うんですけど。そうですね。あの、はい、御嶽山は木曽の御嶽山とも呼ばれるので、長野県側から登る方が多いイメージがありますが、五の池小屋のある岐阜県側はどんなところなんですか？あのですね、御嶽山って南北に長い台形の形をした山で、頂上の剣ヶ峰っていうのは一番南なんですけど、一番北部に位置するあの飛騨頂上っていうところがあるんですけど、そこに五の池小屋はあります。そのあたりってどんな景色というか、割と険しい感じなんでしょうか？剣ヶ峰の方が例えば断崖的っていうのでしたら、北御嶽のこの五の池小屋の周囲は女性的な高山植物が多かったり、まあ、池がいくつもあったりとか、自然豊かっていうか、そんな風に言われる時もあります。そうなんですね。じゃあ緑が多いんですね。ええ、どうしても御嶽山って荒涼としたイメージを持っている方多くいるんですけど、はい、実はその緑豊かな御嶽山が見られるところもあると、そういった感じですね。五の池小屋というだけあって、はい、池とかがあるんでしょうか？そうですね、山頂部に5つの池がありまして、で1の池から5の池、上の方から順番にあるような形ですね。意外とその池も個性があってですね、はい、まあ、水が溜まってない池、湿原になってる池、まあ、全部池と呼んでしまうんですけど、はい、いろんな池があります。市川さんはその自然豊かな北御嶽にある五の池小屋の小屋番になって、はい、今年で23年目なんですよね。そうですね。
どんなきっかけで小屋に入ったんですか？まあ、とあるその山小屋の関係者から、はい、まあ、御嶽さんで新たに山小屋を作るっていう話を聞きまして、昔からその山小屋はあったんですけど、その当時御嶽小屋っていう山小屋の名前で、まあ、かなり老朽化が進んでまして、それを、まあ、行政の方で新しく改築をすると。でそのタイミングで、まあ、管理人としてまあ募集をするという話だったので、自分の方からぜひ管理人としてやりたいということで、かなりアピールしました。それはなんでぜひともという応募したいという思いがあったんですか？いやー、まあちょっともう話すと結構長くなるんですけど、まあ20代、まあ、何がしたいのかわからないような時代があってですね、はい、自分はまあ、愛知県の豊川っていうところの生まれなんですけど、はいはい、19の時からですね、まあ、家を飛び出してですね、はい、日本一周したかったんですね当時。へー。で旅をしながら、まあ、仕事をしてしばらく放浪したいなと思って、うん、それはバイクでですか？そうです、バイクが好きで、バイクで日本中駆け巡ったみたいな、そんな感じですね。それで山小屋でのアルバイトもどこかで経験されたんですか？そうですね、25歳ぐらいの時に旅も最初は楽しかったんですけど、まあ、あんまりこう楽しめなくなってきて、自分は何がやりたいんだろうってすごく考える時代が来て、はい、こういろんなことに迷って、うん、ちょっと逃げるような感じで山小屋に入っていくっていう、そんな世間から離れたところに行きたいみたいな、そんな心境になった時があって、それが山に入るきっかけです。その時はどちらの山小屋だったんですか？それはですね、富山県の高間ヶ原、はい、高間ヶ原に、はい、うん、初めて歩いて2日ぐらいかかるところですけど、うん、入りました。じゃあそこから山小屋のバイトをしてみて、五の池小屋に応募するまでこれだっていうふうに思うことがあったんでしょうか？はい、高間ヶ原の自然が美しくて、うん、こんな場所がまだ世の中にあるんだっていうふうに感動して、はい、でこういう仕事いいなって思ったんですね。でただその自分でその山小屋を切り盛りしたくなったんですね。へー。でなんかモヤモヤしてたんですよ。そんな時に御嶽さんの管理人の話が来て、はー、まあ、思わずの方というか。そっか、はい、それまでは御嶽さんに登ったことというか、はい、その五の池小屋の前身である御嶽小屋に行かれたことはあったんですか？いや、なかったですね。へー。いつも行ったこともない山小屋に応募したんですね。おー。でそうは言っても、まあ、一度は見に行かないとと思って、うんうん、その面接試験の前に見に行ったんですよ。はい。そしたらですね、まあ、季節も秋ぐらいで、うん、天気も悪くて、はい、景色もほとんど見えなくて、うん、印象としてはものすごく悪かったんですね。あらら。でただ自分で山小屋を切り盛りできるっていう魅力にかなり取りつかれてたんで、それでもいいからやりますって言って、はい、で、まあ、決まっていくんですけどね。へー。そのアピールどんな風にしたんですか？まあ自分でなければ後悔するぞぐらいの勢いで作文とか勝手に書いて、はい、これを読めば自分のことよくわかるみたいな感じで、うん、行政の担当者に渡したりとかして、すごい、もうモヤモヤしていた気持ちがすごい熱いたぎる思いになってるんですね。そうなんですね。もうこれはどうしてもやりたい、やらなければならないみたいな、そういう気持ちでしたね。山小屋ストーリーズ、矢部花江がお送りしているインター FM 山小屋ストーリーズ、今日は御嶽五の池小屋の小屋番市川のりじさんの山小屋ストーリーをお伺いしています。さて市川さん、五の池小屋といえば、はい、知る人ぞ知る小屋併設の雲上のマギストーブカフェパンダ屋というカフェが本当に人気で、山頂じゃなくて小屋を目指して登山される方もたくさんいるとお聞きしました。どんなカフェなのか教えていただけますか？そうですね、名前の通りその薪ストーブを使ってですね、はい、まあ、薪ストーブにオーブンがついてまして、オーブン、はい、を利用してケーキとかアップルパイとかピザ
とかそういうものを焼いて焼きたてのものをお出しするというそういうカフェになってます。もう人気爆発したそのケーキ、そしてピザ、そうですね、食べに泊まりに行きたいっていうふうに思いますね、うん、はい、やっぱり、まあ、日帰りの方多く見えて、まあ、ありがたいんですけど、うん、でも山小屋の良さって夕日、それから星、うん、でご来光、そこはやっぱり非常に山小屋の魅力だと思うんですよね。その山小屋で過ごす時間を大切にしてもらいたいっていう思いから宿泊の方限定になります。すごい、テラスも3つあるんですよね。そうです、まあ、実は五の池小屋の一押しなところなんですけど、20メートルのカウンターテラス、まあ、そこがメインテラスなんですけど、それからリクライニングチェアってよくビーチとかにあるチェアですよね、はい、リクライニング、うん、そこにパラソル立ててパラソルテラス、うんうん、そこから屋外に畳を引きまして畳テラス、畳テラス、靴は脱いで、まあ、素足になって、で畳の上で大の字になって、で空を仰いでみたいな、そんな感じです。すごい、これがまた標高2798メートルの場所にあるっていうのは、まあすごい不思議で贅沢だなと思うんですけど、はい、これを作ろうと思ったのは、どんなきっかけがあったんですか？もともとその北門岳っていうのは人は少ないところで、っていうのも県ヶ峰から離れた場所にあって、なかなかその人があまり来なかったんですね。でただ周りの自然っていうのは超一級品の景色が広がってまして、非常にいいところにもかかわらず人が少ないと、まあ、それで人を呼ぶために何かきっかけを作りたいなと思いまして、それはやっぱりカフェだと食べ物だと、うん、いうふうに思って、で作り始めたんですけど、まあ、でも一番力を入れたきっかけになったのはやっぱり2014年の噴火があって、うん、お客さんが減ったことになりますかね、うんうん、そこから復興するためにカフェを力入れたということになりますね、うん。その当時市川さん、小屋の周辺ってどんな様子だったんですか？もう今年で8年目になりますけど、うん、まあ、直接的な影響というのは五の池小屋はなかったんです。あ、噴火の時は、噴火の時、まあ、うっすら火山灰が積もったぐらいで、そ, うで、ね、まあ、それも、うん、風とか雨ですぐ流されて、まあ、御嶽山全体が、まあ、とんでもないような状態になってしまったっていうふうに思われている方もおると思うんですけど、まあ、実際は、まあ、一部って言ったらおへいかもしれないですけど、うん、そんなに広いエリアで影響が起きたっていうことではないんです。それでもお客さんの変動という意味では、まあ、影響はきっとありましたよね。ああ、もうそれはすごかったですね。まあ、まず入山できなくなったっていうことですね、うん、はい、入山規制がかかって山に入れないと、うん、で次の年に1ヶ月ぐらい遅れて営業再開できるんですけど、お客さんが1割ぐらいまで減りましたね、うんうんうん、もう本当に存続が危うかった時ですね、うんうん、まあ、ただ多くの人が再開に向けては助けてくれましたね。 その、まあ、そういう時ほどなんか山の仲間のね、ぬくもりというかね、優しさというかものを感じました。うん、特に2019年の、まあ、豪雨の災害の時なんですけど、うん、はい、小屋の目の前が石垣になってまして、その大雨でテラスがですね、まあ、1日にしてもう跡形もなく崩れてしまって、うん、まあ本当に途方に暮れたみたいなことがあったんですけど、はい、それもですね、まあ、山の仲間がですね心配してくれて、やっぱ駆けつけてくれましたね、うん、で登山道もうズタズタで、一番、まあ、メインで濁り温泉っていうところから登るルートがあるんですけど、そこも寸断で、はい、30メートルぐらいの長さの吊り橋がかかってたんですけど、それも土石流で流されて、うん、もう良かったですね。それは周りの山小屋の方、あと常連さんも来てくれたんですよね、うん、そうですね、何かできることないかって言って、ね、すぐ連絡くれましたよね。まあ、度重なる災害でもう本当に助けてもらって今があるって感じですかね。うん、
登山道の整備の方も日頃も大変な仕事だとも思うんですけれども、修繕の時もそして日頃の手入れもどのように行ってきたんですか？こんなこともやりました。岐阜県さんとですね、はい、一緒にですね土石流で石が河原にたくさん流れてきた、その石を担いで登山道の荒れたところに敷き詰めるっていうような、これイベントでもやったんですけど、今登山道整備も、まあ、一般の人もですね参加していただくような形で整備できないかなっていうことも考えてますね。そうやってイベント化するとこういうふうにその道を整備するんだってまず知る機会にもなるし、まあ、楽しんで多くの方が参加できると本当にいいですよね。やっぱりみんなでやると楽しいですし、逆にこうこっちが感動したりもしますしね、はい、さあこの夏北御嶽そして五の池小屋を目指して登山を予定されている方に向けて市川さん、メッセージいただけますか？そうですね、まあ、御嶽って、まあ、噴火もあって怖いなって思っている方もまだ見えるような気がするんですよね。でも、まあ、御嶽はその自然の脅威とその美しさというかね恩恵の部分と両方持っているそれが見える山だと思うんですよね。ぜひ御嶽さんに来てもらってですねその両面を見てもらって、自分たちはなんかそのやっぱり自然の中で生かされているっていうような意識をですね何か感じ取ってもらえればいいななんて思ってます。ありがとうございます。まだまだお話を伺いたいですがお時間が来てしまいました。市川さんには来週もご出演いただきます。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲストは御嶽五の池小屋の小屋番市川のりじさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。山小屋ストーリーズ、矢部花江がお送りしてきましたインター FM 山小屋ストーリーズ、今日は御嶽五の池小屋の小屋番市川のりじさんの山小屋ストーリーをお伺いしました。御嶽山の剣ヶ峰登頂を予定されている方は登山口によっては入山規制やヘルメット持参の呼びかけを行っています。自治体のホームページなどで最新情報を確認してください。市川さんには来週もご出演いただきます。そして今日の放送を聞いて山小屋に泊まってみたいなと思われた方、新型コロナウイルス対策で通常とは違う営業形態となっている可能性があります。登山前に必ず電話やウェブサイトで最新の情報を確認してください。今日市川さんにお話をお聞きして、登山道整備をイベント化するってやっぱ素敵だなというふうに思いました。この番組通してねそのお話って出てくるの何度目かなんですけれども、もしねリスナーの方の中で参加したことあるよ、こんな体験だったよっていう体験をお持ちの方いらっしゃったらぜひ教えてください。聞いてみたいです。メッセージはインタ FM のホームページからお送りください。さてここで大和渓谷社からお知らせです。大和渓新書これでいいのか登山道現状と課題が発売中です。日本全国多くの人が利用しているにもかかわらず誰が設置し管理しているのか曖昧なまま放置されている登山道、山岳自然に関するさまざまな分野の有志が集まり対策を検討し提言する一冊です。ぜひ手に取ってみてください。また YouTube 大和渓谷チャンネルでは山小屋ストーリーズのディレクターズカットも配信しています。こちらもチェックしてみてください。山小屋ストーリーズ、来週も聞いてくださいね。お相手は矢部花江でした。